また行きたくなる、ずっといたくなる、そんな学びの場があれば、その思いから地と集いの渓谷という設計コンセプトが生まれました。渓谷からは穏やかな山に挟まれた谷、静かな森、胸高鳴る小道、さまざまな風景が連想できます。新8号館はそのエッセンスを抽出し、変化に富み発見に満ちた空間が点在しています。その日の気分で好きな居場所を選べる学び集いの場です。新8号館は創立100周年に向けて、仏教系大学のシンボルであった礼拝堂を建て替え、ラーニングコモンズ、図書館、礼拝ホールを備えた総合学習施設として誕生しました。大正大学の教育ビジョン、慈悲、自灯明、中道、共生の心を持った人を育む場を目指します。ラーニングコモンズは旧礼拝堂と同等規模を誇り、舞台、映像設備を備えています。普段は学習、交流の拠点として利用されています。渓谷を思わせる吹き抜け空間は、テラスやトップライトからの柔らかな自然光によって時の移ろいを感じることができます。本に学び、そして自分と向き合う時間、本の余韻のままに外の空気に触れる、静かさや明るさの異なる空間が、ディスカッションから個人の思索まで様々な学びの形を受け入れてくれます。最上階の礼拝ホールは七宝天井、南三陸杉で厳かかつ華やかな室内とし、儀式や式典が行える空間になっています。また音響、映像設備を備え、内陣の引き戸や照明の切り替えにより、大教室や講演会など多目的な利用もできます。学びや交流を通じて学生と地域の未来が明るく照らされることを願って、また来たくなる、ずっといたくなる、学びの場へ。